おはよう、こんにちは、そしてこんばっけん。どうも、私バッケンでございます。さあ、今回はですね、まあレトロゲーム好きにはね、メジャーなメーカーですけども、一般的にはマイナーメーカーになるのかな、あのビッグ東海から発売したファミコンソフトを特集していきたいと思います。まあ一部の人はね、クソゲーとかバカゲーが多いイメージを持ってるみたいですけども、実はね、なかなかクオリティの高いゲームも多いんですよ。ということで、最初の1本目はこちら、アイギーナの予言から見ていきたいと思います。さあ、このゲームのストーリーなんですけども、考古学者のジェイソンが5つの遺跡を探索して、オーラスターという秘宝を探し出し、彗星が地球に衝突するのを防ぐというのが目的なんですよ。なので、この緑の服を着たこの男の子、可愛い感じですけども、名前がジェイソンというので、名前を聞くと急にイメージが変わってしまうね。そしてゲームの特徴なんですけども、まずね、マップ画面で遺跡に入ると、現在映ってるようなアクションステージに移動するんですね。そしてこれが最大の特徴なんですが、このゲームの主人公ジェイソンは自分で攻撃することができないんですよ。ジェイソンなのに、なんかすごい違和感あるよね。ではどうやって攻撃するかというと、床を下から叩くとシューターというのが出現するんですが、このシューターに重なってジャンプすると弾が出るので、その弾で敵を倒すんですよ。そして一定数の敵を倒すと、次のエリアに進む通路が現れるというシステムになってますね。ちなみにこのゲーム、アーケードのバルバルークの伝説というゲームの続編らしいんですけども、まあ私ね、このバルバルークの伝説やったことはないんですが、ただアイギーナの予言が新規タイトルではなくて続編だったということは初めて知って驚きましたね。そして今手に入れたアイテムがオーラパーツというアイテムなんですけども、これを5つ集めると目的のオーラスターになるんですね。まあこのアイギーナの予言って多分ビッグ東海で一番有名でヒットしたゲームなんじゃないかなって気がするんですよ。私もね、子供の頃このゲームプレイをしましたけども、その時はね、ちょっと意味がわからなかったんですが、やり方が分かってくるとパズル要素もあって、なかなか奥が深くて面白いゲームだなと思いましたね。続いて2本目のゲームですが、これタイトル画面の前にエピソード2暗黒神への挑戦と出るんですけども、エピソード1って知ってる人どのぐらいいてるんだろう。ということで、こちらチェスターフィールドを見ていきたいと思います。さあ、このゲームのストーリーなんですけども、ガルドレドという国の王様がゲモンという男に殺されてしまい、そこの王女様が連れ去られてしまったんですよ。その王女様を若き青年騎士ケインが助けに行くというのがこのゲームのストーリーなんですけども、ゲームのシステムはワンダーラズ・フロム・イースとかリンクの冒険のような横スクロールのアクション RPG ですね。まあ私ね、このゲームを初めてやったんですけども、ゲームのクオリティが意外と高くてびっくりしたんですよね。ただ一番びっくりしたのは街の人のリアクション。例えばここ村長がいてるんですが、おわびっくりしたっていうどうでもいい会話が結構多かったりするんですよ。まあ、ゲームはね、先ほど言った通りアクション RPG なので、敵を倒してね、レベルアップをしたりお金を貯めたりするんですけども、珍しいのがこのゲームのタイプなのにステージクリア型なんですよ。そしてこのキャラクター、首の角度がおかしい、しかも俺のことなどどうでもいいっていう、いきなり後ろ向きの発言から始まる。さあ、それではね、次は武器屋に入ってみようかなと思うんですけども、何か用かい？これ武器屋の親父ですね。ここは武器屋だったりするわけだっていう、その言い回しよ。そ
そしてこの武器を買ってみると、あだだだだだだだ喜んでっていうなんでこのゲームの会話ってこんな感じなんだろうね。さあ、それではね、ある程度お金を貯めてね、武器を揃えたんで、一番最初の船のとこに戻ってきました。この船のところに最初のボスがいるんですよ。こういう展開なかなか面白いね。あと BGM もね、なかなかクオリティが高いなとも思うんですよ。さあ、それではね、最初のボスと戦いたいと思います。いきなり世界観が違うエイリアンのようなやつがボスですけども、ただ意外とね、このゲーム難しいですけども、やり込んでみると面白いかもしれないですね。続いて3本目のゲームなんですが、このゲームはね、結構名作なんじゃないかなと個人的には思ってますね。ゴルゴ30第1章、神々の黄昏を見ていきたいと思います。あの名作の漫画ゴルゴ30をゲーム化したものなんですけども、なんとね、このゲームをプロデュースしたのがあの原作者の斉藤孝雄先生なんですよ。ゲームのストーリーはニューヨークで起きた謎のヘリコプター爆破事件を解明するというものなんですけども、もちろんこれもね、オリジナルストーリーなんですよね。基本的には横スクロールのアクションゲームなんですけども、ただね、時々モードが切り替わって、こんな感じでね、ガンシューティングが始まったりするんですよ。まあ、こうやってね、ゴルゴ30の世界観を表現してるのもこのゲームの魅力ですよね。ちなみにゴルゴ30って一流の暗殺者っていうイメージがありますが、本人はね、自分のことをウサギのように臆病な性格と言ってるみたいですね。さあ、ここで色っぽい女性が出てきてますが、仕事が片付いたらホテルへ寄ってなんて言われてますよ。まあ、こういうアダルトな雰囲気もゴルゴ30の魅力ですよね。そしてここでいきなりの横スクロールシューティングが始まるんですよ。まあ、本当にね、ゲームモードがね、多彩なので飽きさせない工夫がすごい散りばめられてますね。ちなみにデューク東郷って後ろに立たれるのがめちゃくちゃ嫌いなんですけども、どのぐらい嫌いかというと、一夜を共にした女性が後ろに立ってしまった時に癖で思わずぶん殴ってしまったぐらい後ろに立たれるのが嫌らしいですね。さあ、そしてデューク東郷といえばやはり一流のスナイパーなので、ここでスナイパーモードになるんですけども、これまだステージ1ですからね。他にも 3D ダンジョンとかありますから。さあ、見事撃ち抜いたので、これでステージ1クリアですね。さあ、4本目の紹介です。このゲームは当時流行ったタレントタイアップものの作品ですね。それではこちら、掛布くんのジャンプ天国スピード地獄を見ていきたいと思います。当時子役として人気だった掛布くんが主人公の横スクロールアクションで、ストーリーはポコニョッコリ王国の王様の病気を治すために掛布くんが7つの薬草を取ってくるのが目的となってるんですよ。タイトルにもある通りスピード地獄というだけあって、この掛布くん最高速度がめちゃくちゃ速いんですよ。あまりにも速すぎて正直プレイにならないぐらい速いんですよね。そしてスピードが速いのに初速が遅いからすごいプレイしづらいんですよね。でさらにね、このゲーム当時としては珍しいマルチエンディングを採用したアクションゲームなんですけども、一番いいエンディングを見ようと思うと左上に今タイマーがありますが、
3時間以内にクリアしないとベストエンドが見れないんですよね。まあ私ね、何度かやってますけども、このゲーム3時間以内にクリアするの不可能なんじゃないかなと思ってますね。ちなみに掛布くんというのは阪神の掛布選手の顔に似てるところから掛布くんと言われるようになったんですけども、確かね、所さんのただものではないという番組に出てたんですよね。掛布くんと真下好美ちゃんという女の子が人気だったような気がする。多分ね、世代的には私と同じぐらいの世代だと思うんですけども、少し前にあの人は今でコンビニを経営してるっていう情報が出てたのを覚えてますね。1ワールド3ステージで全部で7ワールドあるので21ステージあるんですけども、まあ先ほど倒したのは1ワールドのボスですね。まあ、正直このゲームの1ワールドの難しさってスーパーマリオの8の4に匹敵するレベルだった。さあ、そしてもう何度も見たこのゲームオーバーのシーンですけども、このゲームオーバーの画面の時のかなりしょっぱい死に方をしたっていうのがさ、もういかにも80年代っていう感じがしますよね。さあ、続いて5本目のゲームはこちら、やってきました、みんな大好き突然マッチョマンですね。いやー、この時代にいち早くマッチョに目をつけたビッグ東海の先見の目はすごいですね。おそらくビッグ東海の作品の中でもトップクラスに人気があるんじゃないかな。さあ、まずはストーリーなんですけども、科学者の主人公ジャクソンが奪われた薬を回収して島から脱出するというストーリーとなってますね。そして今主人公のジャクソンがマッチョの状態になってますが、この状態になると体力ゲージが出てくるので一発で死ななくなるんですよ。さらにジャンプ力も上がりますし、パンチも銃の8倍の威力があるんですよ。ただいつでも好きな時に変身できるというわけではなくて、敵を倒すと手に入るマッチョマックスペレというアイテムを使うことによって変身することができるんですよ。まあ、要するにこのゲームドーピングによってマッチョになってるという、まあ、今のスポーツ界に一石を投じたようなゲームですね。さあ、そろそろステージ1の後半、もうすぐボスというとこまでやってきましたね。まあ、私ね、初めてこのゲームをやったのが当時小学生だった時に友達の家でプレイしたような気がするんですけども、まあ、このキャラクターの見た目とかに小学生なんでゲラゲラ笑ってたの覚えてますよ。まあ、そのぐらいね、個性的なキャラクターが多いんですけども、例えばね、このステージ1のボス、最初はね、ライオンの顔だけが出てきて普通のボスっぽいなと思ってたんですけども、ある程度ダメージを与えると頭の後ろに顔が出てきて、しかもとぼけた顔してるんですよね。全体的な評価としては BGM もね、ノリが良くてすごくいいですし、グラフィックもね、シンプルですけどもなかなか綺麗だと思うんですよ。ただね、このゲームも難しい。ビッグ東海のゲームってなんでこんな難しいゲームが多いのと思うんだけどね。さあ、6本目のゲームですけども、この80年代全開の絵柄がいいですね。ということでこちら電撃ビッグバンを見ていきたいと思います。さあ、このゲームなんですけども、秘密戦隊サーベルタイガーに所属する主人公バンが悪の組織ローブレイカーの野望を阻止するために戦うという探索型のアクションゲームですね。パワーアップの仕方は敵を倒すとお金を落とすので、そのお金を集めてショップでアイテムを購入していくという、そういうシステムなんですよ。さあ、そしてステージ1の、まあ、中ボスというかイベントですね。これは見た目がアンパンマンに出てくる
ホラーマンみたいなやつですけども、なぜかこういうゲームの敵役はペラペラ目的をよく喋る。さあ、こうやってエリアを抜けるとルート選択画面になるんですが、このゲームの面白いところがこうやって自分の好きなルートを選んで苦手なステージを後回しにすることができるんですよ。そういう意味ではかなり自由度の高いゲームとも言えますね。あとね、ビッグ東海のゲームって意外と BGM のいいゲームが多いんですよね。なんて言うんだろう、ファミコンらしい BGM といえばいいのかな、ちょっとノスタルジックな気持ちになるんですよね。そしてここで先ほど説明したショップに入ってアイテムを購入したいと思います。それではね、早速今購入したアイテム、この潜水服を使ってみましょう。このアイテムを使うとこうやって水中を探索することもできるんですよ。それではね、ここのエリアを抜けて最初のボスとの戦闘シーンを見てみましょうか。このボスも含めたキャラクターのデザインがさ、なんか当時のボンボンとかに連載されてそうな感じがしますね。まあそのあたりは子供受けを狙ったんだろうなって感じがするけど。でもね、ビッグ東海の中では意外とゲームバランスもいいですし、個人的には隠れた名作と言ってもいいんじゃないかなって気がするんですよ。続いて7本目のゲームはこちら、全米プロバスケットを見ていきたいと思います。それではね、チームを選びたいと思います。ここのチーム選択の画面、 BGM が突然マッチョマンっぽいね。まあ同じビッグ東海ということもあるので。さあ、ゲームが始まりましたね。全米プロバスケットというだけあって舞台となっているのは NBA なんですよね。さあ、早速ダンクを決めましたよ。ダンクを決めた時とかリバウンドした時、こういう時のビジュアルシーンの演出がむちゃくちゃかっこいいんですよ。ただね、難点なのはこのゲームってハーフラインを超えると突然画面が反転するんですよね。なので敵のチームからボールを奪って下に向かって攻めてるのに突然上に向かっていかないといけないので、意外とそこが混乱しちゃうんですよ。そして NBA といえばやっぱりこれ、ハーフタイムのチアリーダーのダンスですね。これ金髪のお姉さんなんですけども、最初見た時に顔のでかいエイリアンのような化け物のような人が踊ってるのかなと思ってた。横向いた時は、あ、女性なんだなって分かりやすいですね。まあ、個人的な意見ですけども、バスケットのゲームというとやはりコナミのエキサイティングバスケの方がプレイしやすいかな。残念ながら大差で負けてしまいましたね。まあこうやって勝敗が決まった後のグラフィックもかなり書き込まれてるんですよね。まあ操作に関しては若干難点はありますけども、ただね、ファミコンのバスケットゲームの中ではかなりクオリティは高い方だと思いますね。それでは8本目のゲームはこちら、コンフリクトを見ていきたいと思います。まずはマップの選択なんですが、今回はこの一番最初のミッドシティ作戦でいきましょう。このコンフリクトという作品、まあ、いわゆるウォーシミュレーション、戦争をテーマにしたシミュレーションゲームなんですよね。まあ似てるゲームだと大戦略とか、あとファミコンの
ファミコンウォーズ、あのあたりと同じような感じのゲームとなってますね。まあ、個人的にすごいなと思ったのが、ファミコンのシミュレーションゲームって大体は四角のマスを進んでいくというのが多いんですが、これはね、大戦略と同じヘックス六角形のマスなんですよね。そしてさあ戦闘シーンですけども、この戦闘シーンがなかなかね、このコンフリクト他のゲームと違ってて、ちょっとね RPG のような感じになってるんですよ。大体のゲームはもう攻撃したら自動的に攻撃と守備っていう風になるんですが、このゲームは守備の時も5つのコマンドから選択しますし、あとターンも4ターンぐらい繰り返すんですよね。では続けて次の戦闘画面も見てみましょうか。それでは次はヘリと補給用のトラックの戦闘シーンを見てみましょう。まあ先ほどの全米プロバスケットの時も言いましたが、ビッグ東海のゲームってグラフィックが本当に綺麗なんですよね。このコンフリクトもファミコンのウォーシミュレーションの中ではトップクラスのクオリティじゃないかな。ちなみに勝敗の決め方は敵側の司令部ユニットを撃破することでそのマップをクリアすることができるんですよ。そしてマップの数も1から16まであるんですけども、この16のシナリオに行こうと思うと1から15全てのマップをクリアしてパスワードを手に入れないとダメなんですよね。そういう意味ではかなりやりごたえのあるゲームなんじゃないかなっていう気がします。さあ続いて9本目のゲームはこちら、ゴルゴ13第2章イカロスの謎を見ていきたいと思います。まずはこのオープニングのビジュアルシーンなんですが、グラフィックがさらに綺麗になってますね。ちょっと忍者龍剣伝を彷彿させるような感じですけども、もちろんねこのステージ中のグラフィックもねパワーアップしてますし、あとね BGM が相変わらずかっこいい。個人的にはファミコンのアクションゲームの中でもかなり好きな部類ですね。さあ今回のストーリーなんですけども、前回の続編ということなんですが、ただストーリーはまた新しくなってて、衛星を墜落させるシステムを利用してアメリカとソ連を脅すテロリストを壊滅させるのが今回の目的なんですよ。まあ相変わらず硬派なゲームだなという感じがしますけども、ちなみに今作のミニゲームですが、第1章にあった横スクロールシューティングがなくなってるんですけども、その代わりカーチェイスが追加されてるんですよ。そして今回も 3D ダンジョンがあるんですが、この 3D ダンジョンがステージ1からとんでもなく難しいんですよ。めちゃくちゃ広いのにマップがないですからね。あるのかな、もしあるようだったら教えてくださいコメントで。まあ私ね試しに攻略サイトなしでやってみたんですが、1時間近くかけて結局ボスまでたどり着くことができなかったんですよ。何せいきなり1階から4階までありますからね。さあそしてボスとの対決、ここのボスとの対決がますますもって忍者龍剣伝に似てるなと思うのは私だけですかね。ちなみにこれ余談なんですけども、ゴルゴ13の主人公デューク東郷ってブリーフ派らしいですねコミックスでそういうシーンが出てました。さあここでステージ1のボスを倒すことができました。これでクリアかなと思ったらそうじゃないんですよね。この後5分以内に迷路を脱出しないといけないんですよ。
さあ、それでは10本目最後に紹介するのはやはりね、ビッグ東海のファミコンソフトといえばこのゲームですよね。出ました、マジカルキッズドロピーを見ていきたいと思います。さあ、このゲームなんですけども、まずストーリーは、突如現れたロボット軍団悪玉帝国から世界を救うため、少年影丸に召喚された少女マジカルドロピーが戦うというストーリーなんですよ。そしてこのゲーム、まあもう初めて見た方もいるかもしれませんが、よく言われるのはね、ロックマンのパクリというかオマージュなんていう風にも言われたりするゲームなんですけども、まあ、個人的にはロックマンと忍者龍拳伝を合わせたような感じのゲームじゃないかなと思うんですよ。ただロックマンに似ているとは言われてますが、いろいろ違いも多くて、例えばね、ロックマンというと最初にどのステージから行くか自分で選んで、そのステージのボスを倒すと武器が手に入るわけですが、このドロピーに関してはまずステージは一本道で決められてるんですよね。そして武器も最初から全て持ってる状態なんですよ。なのでそのあたりはやはり制作者のこだわりをちょっと感じますね。他にもね、ロックマンとの違いというと、ステージをクリアするとね、そのステージとステージの間にビジュアルシーンが入るんですが、このビジュアルシーンがね、先ほども見ていただいた通りかなりクオリティが高いんですよね。さあ、今はフリーズの魔法で火柱を凍らせて進んでるとこですけども、こうやって魔法を駆使して進んでいくというのもこのゲームの楽しみですよね。そしてステージ1のボスまでやってきました。このゲームステージ1から結構難しいんですよ。ただゲームのクオリティは高いし、かなり面白いと思います。本当はね、いろんな人におすすめしたいんですけども、残念なのがこのゲームって今プレミア価格になってる上に、バーチャルコンソールとかダウンロードの配信が全然ないのがもったいないんですよね。さあ、ということでございまして、今回ここまで見ていただきましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、ビッグ東海というメーカーね、実はかなりクオリティが高い面白いゲームを作ってたメーカーだということがね、少しでも伝われば嬉しいかなと思います。ここまでは私馬券がお送りいたしました。よかったら次の動画も見てください。ではでは、バイバーイ。you